せーの、おつ、咲心太郎です。はい、はい。あのさ、今日はあの初めてあの YouTube この咲心チャンネルを見て、連絡を取って、体験に来てって連絡来たんだけど、本当に来てくれた人がいて、あれさんの、それは、いや、先生の動画見させてもらっても最高だったんで、来させてもらいました。クロタンって言います。はい、ちょっとあの、先ほどちょっと、いろいろ体操を教えてもらったんですけど、すごく良かったです。本当です。これ、あの、お世辞人気で、体の中で人気来てます。でもあの、このクロタンがさ、もう、自分で買って、用意してきたっていうすごい人で、ちょっと感動したんですけど、ちょっと相手の遊びを入れて、クロちゃんとコンビ組んでやります。あくまでさ、まあ、初めてやし、なんかちょっと教えて、で俺、空手界でやっぱあれか、クロちゃんバーサス俺の、もう、勝ち組んでるのよ。もしかしたら、さっき死んだものの空手がクロちゃんに通用するかと。肩甲骨を使うだけ。この、ここ力入れないで、肩甲骨を押す。強くなるでしょ。肩甲骨を使わないと。持ってないよ。で、今度は肩甲骨とかそういうのを使わないで、さっきの前屈立ちを教えたやん。こういう体操をしてる。この力。これもいいか。だから、この力と、例えば肩甲骨を加えると思う。それだけの強くなるよね。いろいろ来ました。来たやろ、はい。で、いろんな使い方。この中心線が意識して、さっき言ったやろ。肩甲骨も今、ここの、前屈立ちの力を使わないで、中心線をぶつけてみたい。中心線を使ったのこれの方が分かります。分かります。今、この乳首入れましたよ。乳首がちょっとずれたから。ちょっと、僕の乳首入れずれた。そういう風に使えるよ。だから、それで、要は、この手先から、この右肩、ここからやったら何もできない。はいはいはい。で、みんなここをやろうとする。それじゃなくて、ここはどうでもよくて、肩甲骨からでもいいし、腹からでもいいし、前屈立ちの立ちでもいい、そういうぶつかめないところも出てくる。で、すごく力が相手に。これ、身体操作の相手になる。で、もう一つ身体操作でもあるけど、意識操作になるのが、これが脱力になってくるって、自分の認識ないけど、これ抜いちゃう。変わったのがある。そうすると、先の肩甲骨が無骨になる。違いますね。違うの？ふわっとしてるときとかあるんですか？そう。で、こういう技をやるときに大事なところって何か分かる？一番大事なところって。乳首です。乳首なわけないし。要は、相手のここに、ここに力入っちゃうんだよ。だから、手先から燃えたら上がって詰めてるけど、意識操作のちょっと相手になるけど、この手先、ここの今、ここに行くよ。こんなところぶっ飛ばして、ここに一気に意識持っていったら、ここに自分の意識全集中持っていかない。全集中。今、鬼滅の刃が好きだから。はい。何しかしてる。鬼滅の刃ですか？先生、ちょっとアドリブやってみて。で、全集中をここに持っていって、ここに持っていったら、すぐクロちゃんを抵抗するよ。はいはい、これを、まあ、分かりやすくすると、全集中、パンに。手先持っていってもここにぶつからないようにするな、相手のここに。そうするとこれは意識だけの問題で、結局肩甲骨を下に抜いて全部ここに脱力をする。脱力、この脱力した状態を作ってるけど軽く脱力した。そうすると、おお、今も乳首がうまくここにあるのがここにある。脱力してれば、すごくいろんな力が伝わる。だから、これで脱力した状態から、内反地。これも、いますね。でしょ、はい、で、内反地を入れながら、こういうふうにいろんな力を足してやるということで、さあ、このちゃんの番だ。やめてください。で、これどうするんですか？まず、
手で押してた。そうなんですね。で、これを抜いて、さっきの汗で汗で剣が押すとして。おお、いい感じ、いい感じ。さっきの前屈立ちも、そこもこう、ちゃんと保ってますので、背もぐっと回りました。前屈、うん、よろしいですか。おお、すごい。マジ？そう。あ、やったんですか。うん、打ち込みに集中して。乳首集中。全乳首集中。こっちがいいですよね。そうだな、両方。はい。すごいすごい。やっぱ、合気道を経験してたらしいからさ、すごいね。じゃあ、膝の抜きとかできる？できると思います。できる。はい。抜いてやるんですよ。ちょっと違う。あ、違う。あ、じゃあできなかったです。こう、抜いて、抜きながら。あ、ここです。だから、そこに抜きながら、はい、持ってた。意識的には、どれが一番端的にやるのじゃないですか。おぉ、膝の抜きの動画。はいはい。で、今、ね、ちょっと引っ張ってみる。はいはい。おぉ、そうそう、いいね、今の抜き、来たね。おぉ、そうそう、もうちょっと抜きが欲しいな。いい感じだな。抜いている、こんぐらいでやるんですか。だから、ゆっくり行くと、うん、あ、抜きながら入っていく感じ。ちょっとやらしいっすね。せーの、おっす。ありがとうございました。